こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。配信ありがとうございました。帰ってきました。こんばんは。ワイワイ楽しかった。そうね、思っとったより本当にめっちゃワイワイで楽しかったです。面白かったですか？それは良かったです。そう、ゲリラ配信は本当にやるつもりじゃなかったんですけど、ちょっと時間があったから告知でやろうって話になって、全然マネージャーさんとかにも言わずにやり始めてそう、こんばんは。うん、勝手に配信、勝手にっていうか、ももたちの個人配信を勝手に始めて、今日の配信はスペシャルの、あの特別の方のルームだったんですけど、とっても可愛かった、ありがとう。そう、4月にもう収録してて、あれが出てないの、あ、出てなかったっけと思って、ちょっとつけすぎた。リップの色は可愛いでしょ。なかなかないですね。本当？コンビ、うん、お洋服買い、ありがとう。誰が低くてびっくり。本当？そうなんよ。おばあちゃんはもうちょっと上かなと思ったけど、意外と。ツナ美味しいよね。もが好き、もが好き。おばあちゃん、まあ、そう、みんなが教えてしつつ、そう、シュアちゃんがね、28位だったので、今度は上位にね、入れたいですね。釣り合った時は。STU48、 そう、分かれるやね、なんとかバージョンありすぎて、そりゃ分かれるわってなった。でもね、楽しかったです。にゃ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 、副フェスの翌日にしか来ない香川バージョン、なんか私やった気がするんですよ、どっかで。やってないかな、勘違いかな、なんかどこかで別のバージョンをやったんですけど、香川じゃなかったかな。こんばんは。こんばんは。香川丸の泣いて、泣かないで。もうかもね、四国が上だったらいいなと思って書いとったんだけど。香川の曲もいいよ。
香川の曲っていうか、あの香川バージョンも好きよ私。いい年の香川は、ん？コンピラさんっていうのどこだ？香川じゃない？あれ？私どこ覚えたんだろう。私どこ覚えたんだっけ。コンピラさん香川よね。いい年の香川コン。やっぱ覚えた覚えた。なんかコンピラさんって言っとったもん。香川だよね。じゃあ私香川バージョンやったことある。パン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 。秩父ヶ浜。やっぱ私香川バージョンやったことあるよ。やってないバージョンは香川以外全部やってないかも。え、やってるのかな。香川は絶対やったんよ、どっかで。うん、広島やったっけな。こっちバージョンちょっとうちね入れてないからね。福フェスとかね、どこでやったんだろうね。本当にねやったんですよ。でも香川は絶対に。山口バージョンとかも絶対やったことないね私。ほぼほぼやってないくて、いつも瀬戸内バージョンだから。昇格ツアーではやってないはず。剣バージョン覚える、うん、剣バージョン覚えるのはなんかその瀬戸内バージョンがすごい頭に入ってるじゃないですか、歌詞が。だから同じ曲調やとそればっか出てきて、同じ曲やからこそ難しいんよ。なんか別の曲を覚えるよりもなんか難しくて、そうリズムとかもその歌詞によって違うんですね。だからすごい、うん？みたいな。そう引っ張られちゃって、うん、なんやっけってなって、そう難しいです。個人的に。そうそうリズムがそう歌詞のそこの長さとかで違うかな。あんなにバーチャルなじめてた、あそうあんまりねやらんけね。カラオケムス。カラオケで歌ってくれとるんや、嬉しい。早口になる、そう文字数が多いと多いほどめっちゃなんか、だって秩父ヶ浜も結構早いよ。神戸牛戦闘大橋瀬戸内48私たちに会いに来て、誰よりも好きになってお願い、ねえねえ。なんかそう暗闇の2番も最近噛みそうで怖い。星たちが自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰か見られてる自意識。暗闇めっちゃ難しいんですよ。2番がね個人的にね噛みそうになる。一回ね間違えるとね分かんなくなっちゃう。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに。宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。コロナ前の夢って、そうやね、そこからあんまりやってないかもしれん。一回詰まるとうんって誰かが好きだと言ってくれるその日まで。これむずいよね、早口多いよね。早口多い説。
ほぼラップラップむずいもんね。ドラガンさん、かき氷ありがとう。ミヨンさん、アイスありがとう。ヤスジさん、かき氷ありがとう。スケモンさん、バラありがとう。トシさん、かき氷ありがとう。ミミンさん、タコありがとう。コジさん、かき氷ありがとう。竹まつるさん、かき氷ありがとう。ブググシさん、どうぞのかき氷ありがとう。コジさん、氷の旗ありがとう。ポカのわたあめさん、ハートの風船ありがとう。みかんゆうさん、あたありがとう。ふくちゃん、かき氷ありがとう。トマトボさん、かき氷ありがとう。モンカラサムライさん、かき氷ありがとう。モンカラサムライさん、どうぞのかき氷もありがとう。こちこちさん、アイスありがとう。ヒロピーさん、アイスありがとう。エトさん、どうぞのかき氷ありがとう。タちゃん、どうぞのかき氷ありがとう。ドラゴンさん、かき氷ありがとう。こんばんは。今日はすごい盛り上がった。ヤマガウェブのランキング？もう出とるん？嘘、出とったん。何の親ランキングやろ。あの見られとるみたいなやつ、それともツイートみたいなやつ、いつものないないみたいな。あ、グラビア部門のランキングってこと、見られてますよの順位。中間発表はまだよね、多分。すごい。有料と無料コメント、あれか、記事みたいなね、全体のいろんな他の方も交えたランキングよね。他の方も交えたやつで5位だよっていう。ありがとう。私ね、そのちょくちょくね、11位とか10位とか名前があるんですよ。そうだから、そう、見られてますよってやつ、私結構前に出てるはずなのに、そう、そこに名前がちょくちょくいて、そう、ありがとう。今は13位。そうなんだ、総合では13位か。ありがとう。でもそう、ちょくちょく見た時に11位にいたりとかするんですよ、全体のあのやつで。ありがとうございます。7位以内にね、有料の方で入れるように頑張ります。こんばんは、こんばんは。さん、ありがとうね、いつも見てくれて。本当に、なんか乗れたらいいな。なかなかヤンマガさんに乗せてもらえることないから。そう、ライバルは多いし、簡単な話ではないと思うんですけど、難しい目標だと思うんですけど、
可愛いからいくらでもいい。ありがとう、レンタルして毎日。本当ありがとう。横顔、そう、私もこのヤンマガグラビアの載ってる横顔のシーンとか結構この個人的に自分も好きなページで、そう、おすすめです。頑張って、頑張ります。ももちゃんのよきよきだったからレンタルマスしか、ありがとう。よきよきでしたか、嬉しい。もし7位以内に入れて撮影できるってことになったら、もうちょっと、あの時結構撮ったのが高校3年生の冬とかだったんですよ。だから意外と結構前に撮ってて、だからもし選ばれたら9月の終わりまでなので、選ばれたらもうちょっと大人な姿を見せられたら、あの大人っぽくなった姿を見せられたらいいなと思います。うん、そんな顔変わってないかもしれんけど。10月か11月ぐらい、でもそう、そこら辺だったと思う。本当に寒かったからね。変な意味で、ハートつけたら変な意味に見える。お、ちょっと分かりました。キャミソール、そうね、かわいいキャミソールだった。こんばんは。頑張ります。結構寒かったのね。にゃん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 、こんばんこんばんは。くまさんことゆきさん、どうぞのかき氷ありがとう。まぴやもんぴーさん、どうぞのかき氷ありがとう。みえさん、かき氷ありがとう。令和のひじかたさん、ハートありがとう。こうちさん、かき氷ありがとう。ドラガンさん、かき氷ありがとう。えっとさん、アイスありがとう。リッチさん、アイスありがとう。ホワイトストーンさん、かき氷ありがとう。たかきさん、氷の旗ありがとう。たかなおさん、かき氷ありがとう。あんちゃん、かき氷ありがとう。ザッキーさん、かき氷ありがとう。ガップンさん、ガップーさん、どうぞのかき氷ありがとう。こんばんは。ショートパンツちょっと寒かったって言ってたけど、寒かったと思う。そう、今起きました。今寝とったん。おはよう。ココアさんとのコラボ配信ありがとう。盛り上がって楽しくてよかった。そう、盛り上がっとったよね。楽しかったです。今日は珍しく私が進行役でした。珍しい。個人の配信の時もそう、個人の配信は急遽だったんですけど盛り上がってました。コモコモじゃない、コモコモじゃない。めっちゃ盛り上がってそう、ね、そコンビ名はココモモです。裏コンビ名はモコモコです。公式っていうか正式な名前はここも、ストーチバージョンに広島バージョンが、それ思った。瀬戸内の方があの披露してる回数が全然多いからそっちかなと思ったけど、
広島が上っていうね、いい感じに、ね、盛り上がる。ひらがなの方、そう、ひらがなの方で、すごいと思うね、すごい、うん、ストレッチバージョンしか見たことない。そう、最近よりやってないよね。待って、ももだって本当にやったことないやつの方が多いから、バージョンの方が多いから。岡山すごかったね。面白いけどね、面白かった、新鮮だった。メンバーが言ったんかな、どうなんだろう、岡山のメンバーが言ったんかな。こんばんは、こんばんは。歌詞覚えてる場合、歌詞覚えてる場所、でも香川のやつやった時は結構必死で覚えたかも。子供だったらどっちが年上感じる、年、え、でもコアさんは年齢的にも、あの芸能活動的にもあの年上だから、年上とか先輩だから、先輩って感じかな。ココアさんは子と子ももで、ここも違うよ、ココアさんのここと桃の桃だよ。知り合いが投票してた、あ、そうなんだ。こんばんは、こんばんは。友達かって嘘嘘あった？面白い人ね、すごい明るくて面白い先輩。もこもこの場合はもう間に挟んだって感じ、間に挟んだ。一番、そう、ココアさんはやっぱ年齢も一つ違いっていうのもあったりとか、やっぱ年齢が近いっていうのもあって、すごい話しやすいし優しいから話しやすいし、年齢が近いっていう共通点もあって話しやすいし、そう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 、そう、アシキンの収録を、録音はまだやってないですね、まだやってないので。いや、身長はココアさんが多分3センチとか4センチ高いんじゃないでしょうか、桃より。共通の話題か、え、共通の話題って言われたら別に、なんて言ったらいいんだろう、何かをめっちゃ話してるってわけではないんですけど、何なんだろう、メール間に合う、間に合う。何話してるん、でもなんか好きなものが一緒じゃないのに話す内容は、話すっていうか話はずっと続く。メールして、メールして、ぜひぜひ。相談事があれば、
相談事はでもあまり本当に人に話さないタイプで、私がねもう全然なんか一人で解決しようとするタイプなんだけど、本当にココアさんにでも話したことあるはず、なんか相談の話をしたことがある、なんかねあの一時期何日も東京に泊まっとる時があって、本当にお家に帰りたかったんですホームシックになってしてて、なんか本当に精神的にも帰りたくて、そうあったんですよ、もうすごいそういう時期が、なんかもともとそのホテルに何日も泊まるのがすごい苦手なタイプで、そうホームシックになってたんですけど、その時とかにお話、一緒のホテルになった時とかに話したり、そうそうそう、抱え込むより誰かに話した。え、そう、でも最近はなんか抱え込むとかもないかな、東京何日までなら行ける、え、今はいけるかな、結構、うん、ママスに電話、え、電話しないですね、ママスにも。なんか今は相談してほしいになったかも、最近は誰かに、なんか私は話を聞きたいなって思ってますよく。なんかもう結構自分のことはだいぶいろいろその悩まないかって言われたら悩むんですけど、悩みます、やっぱ悩みますんですけど悩みます悩むけど、なんか自分の中で考えられるようになったっていうか、よりね、さあ、自分はしない、もともとそんなに人に言うタイプでもないよね、私結構本当に一人とかで解決したり、そう親友ちゃんにもあんまり相談とかしないんですよ、もう。そうなんですよ、私って昔からかな、小学校の頃からあんまり人に相談せんみたいな子やったんよね。そう、今はどっちかっていうと頼られたいとか、パンクしない、あ、もも、パンクか、相談すると相手の負担になるとか、え、思わないです、思わない、思わないっていうか、まあその時間とかもらったり、その自分のこと考えてもらうのは申し訳ないなと思うけど、でもなんだろうな、相談を申し訳ないからせんとかではなくて、もともとももがそういう性格っていうか、自分の中で悩んで自分の結構なんか考えが結構ちゃんとあるタイプでそう、まあ、家族とかも言うんですけど、お母さんとか、今度おもちゃんと仲良くなるにはどうしたらいいって、おもちゃんにそう分かりました悩みを聞いてあげる、いや悩みを聞いて、悩みを聞いてあげる、あげたいけど、三期生ちゃんとはまだ話してないんよ。でも悩みは本当に聞いてあげれたらいいなと思うんですけど、でもこの間の関ヶ原の時は
あずみんとバスが隣で40分も話したかな、わかんないけど30分くらい話したんですよ。そう、私がちょっかいかけたんですけど話したいなと思って私から言ったんですけど、そう、それでいろいろ話したりとか、相談ってよりはいろいろ話したって感じだったんですけど、何の話してたっけ。最初はちいかわの話してたちいかわの話とかキャラクターの話とか、なんか旅行が好きって言ってて、旅行仲間を探してるって言ってたから、じゃあ呼んでよって言って、あのツアー終わったら遊びに行きたいなって思ってます。チーカの話か。え、チーカの話は私がバッグに、あ、これ私バッグにね、チーカーつけてるんですよ。ちょっと待って、閉じよう。あ、取れた。このこれをつけて、これから始まって、あ、そう、ピン、これピン、話し合うのね。うん、話、チーカーの仕事、知ってる、チーカーの仕事すごい、そう、話合うって思ってくれてたら嬉しいな思ってくれてたら嬉しいです。ピンついて、そう、これにここつけてんの、今撮ったけど、これは電線で取得したやつじゃないね。そう、つけてて、それの話とかでも、なんか、なんだろう、とってもいい子だから、抱え込むタイプかなって思うから、それはなんか力になれたらいいなって思ってます、個人的に。そう、そう、四国一緒なんよフフ、飛ばして、飛ばすの何よ姉さん頼れるの、私は姉さんじゃないよ、姉さんじゃないよだってハト号、そんな恥ずかしいから言わんで、伝承だとダメよ、伝承だとダメよ姉ちゃんじゃないもん、もう飛んでいかんで、ね、今やってるの配信、やだ、恥ずかしいこと言われる、やだやだ、伝承だとダメだよ、飛んでったん、飛んでいかんで飛んでいかんでよこんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、もうダメだった全然言われても嫌とかじゃなくて恥ずかしいだけなんだけどね
年下の後輩ってどっちの気持ち、どういうことだ、年上の後輩、あー年齢的に先輩か後輩、両方、両方っていうか、安住はそうだね、年齢的には2つ上で、あのみほりんとかと一緒の年齢なんですけど、さやね、もうちょっと下読もうかな。そう、後輩っていうのが強い、なんか強くは、だからそう、しっかり私よりしてるからももよりしっかりしてるからな、そうなんよ、だからしっかりしてるから、なんかその先輩後輩はあんまり考えてないかもしれん。なんかそのああ電車バトされてる、おーちゃんとお出かけするって言ったからね、お出かけツアーとか、ツアーとか、あの落ち着いたら遊びに行きます。珍しくない、ももがさ、ももが後輩ちゃん、まあ年上なんだけど後輩ちゃんと遊ぶなんてね、考えられもしないぐらいのみんなからしたらね、私の、初めて、一回もまだないから初めてですね、上下関係がないから、私の中ではそんなになんか、でもそう、 LINE がまだ交換できんからね、ちょっと早く 2.5 期生ちゃんが昇格してくれたら嬉しいなと思ってます。でもそう、今年はっていうか、なんか本当に同期のメンバーとももっとお出かけしたりとか、あの先輩とか後輩ちゃん含め、なんかいろんな人とのコミュニケーションが取れるような人になろうかなと思ってて、そう、現状連絡取れないから、現状ね取れんから、ツアー終わったらなんかその会った時とかに話さんと約束ができないんですよ。そう、残念。大人ももさん、全然大人ももさんじゃない、今までだってちょっとそういうのが苦手だから。やんちゃんともいっぱい遊ぶよ、遊ぶし、でもやんちゃん先輩方とも仲いいからね、私よりコミュ力がすごいよ、私は全然まだコミュ力がねない方なので、あのコミュ力をつけれる人になりたいです。本当になくて、もうそうだよ、やんちゃんはもう先輩方ともご飯行ったりしてるからね、どっちかってと、ももと行ってよってなる、ね、ココアさんとは、ココアさんとはあのあれ横浜の時とかに、そう中華街とかに一緒に行ったので、またねどこか行けたらいいなって思ってます。ちょっといろんな交流ができるように頑張ります。そう、でもでも
きさんとめっちゃ話してるよ。いつもちっちゃいっていじられとる。もーちゃんが誘う、あの時はももが誘ったかも。あ、そう、みちさんにさ、そうだそうだ、あのバツマルくん渡したんですよ。喜んでもらってくれました、嬉しいです。そう、今度リネタにもシナモンいるって聞いたら、いるって言ってくれたけ。そう、私に行きます。そう、もものペース、そう、ももはゆっくりなんですけどね、ゆっくり頑張りたいと思います。え、アイキューさんともそういっぱい話す。そう、ももすけ、ももすけって言われてるかもしれん。ももたんって呼んでくれたりもするし、ももすけって呼ばれた気がする。嬉しい。ご飯とか遊びが、そうけど私結構家がちょっと、まあすごい遠いわけじゃないんですけど、ちょっと遠いんですね、自分のお家だから。結構気軽にパッと遊びに行ける距離ではなくて、それとかも今まで大きいのかなとも思ったんですけど。そう、あ、でも今度リネタンとさ、推しの子のさ、なんかなんとか店みたいなあるんですよ、パルコで。あの推しの子のやつのイベントがあって、イベントっていうかおぱんちゅうすぎ店みたいな感じであるんですよ。だからそれに一緒に行きたいねって話してます。今週はツアーのレッスン、え、今週は練習いっぱい頑張ります。てか今日の夜も頑張ります。そう、神戸は全力もも助コール頑いっぱいしてください、待ってます。でも最近ね、結構ね、ももちゃんってね、頑張ってね、あのコールしてくれてる方々をよく見かけるのですが、すごい嬉しいなと思って、笑顔に癒されてよかったです。練習頑張ってきます。こももコールも全然しちゃってください。ちょっとね、神戸で頑張るので、ユニットもお楽しみに。あと今日ココアさんとこしょこしょ話してたことも本当にまだ言えないんですけど、そう言えないんですけど。でもすごい、それもとてもいいので、そう、また公演が終わったら答え合わせしましょう。こんばんこんばんは。マイク入れる、あ、でもほぼ声出してない、こうやってみたいな感じだったから。では、そうそう、読みますよ、読みますよ。見に行けた時は全力でもうちゃん、え、してください、ぜひ。え、配信ないんかな。カーテンは閉めません。頑張ってボタンは押さないように気をつけときます。令和の土方さん、タコありがとう。てるさん、ハートありがとう。ゆうさん、かわいい、ありがとう。まるこさん、どうぞ、ありがとう。みかん屋さん、ハートありがとう。ジェリボーさん、ハートありがとう。てつさん、アイスありがとう。西野みなみさん、キコリありがとう。まぼろしさん、だるまありがとう。ちべしとぶいさん、ありがとう。ピオーネさん、どうぞありがとう。みみんさん、どうぞありがとう。まこちゃん、アイスありがとう。
ほじさん、かき氷ありがとう。おにちゃん、アイスありがとう。えいちゃん、かき氷ありがとう。鈴木さん、アイスありがとう。ドラゴンさん、かき氷ありがとう。練習はしばらくできないかかんし、会おうね、またそういう発表ある。今日はね、そう、なんもなかったね、発表とかは。10歳の高木さん、あ、間違えた。10歳の百之助さん、ありがとう。ジンの高木さん、ありがとう。今日も、もーちゃん癒しの時間ありがとう、大好き、ありがとう。写真浴衣だ、ありがとう。11のドラゴンさん、ありがとう。大人っぽさも可愛さもあるもーちゃん、最強です、ありがとう、嬉しい。10位のゼータンさん、ありがとう。大人もも先輩に期待頑張るよ、ちょっとずつ、ありがとう頑張るやん。9位のコーチさん、ありがとう。ももちゃんがスカイで一番可愛い、今日も大好きです、ありがとう。レピーチ、レッチピーチ、ありがとう。8位のグルルンさん、ありがとう。7位のピンクさん、ありがとう、ありがとう。6位のももから侍さん、ありがとう。5位の世界で一番ももか大好きが止まらないですよ、書いてくれてるじゃん、嬉しい、ありがとう起きて。4位のジュリボーさん、ありがとう。今日何歳かわちかわいちいでしょこれありがとう、褒めてくれて。3位のたーちゃん、ありがとう。2位の令和の土方さん、ありがとう。1位のいちるさん、ありがとう、ありがとう。今日はね、ここもも配信とか個人配信とかちょっといろいろで楽しかったです。急遽だったんですけど、そう、ありがとうございました。今日はダンスとか頑張ってきます。おやすみ、ありがとう、またね、おやすみ。楽しかった、よかった、おやすみ。ここも配信また見たい、ぜひみちゃん好き、ありがとう、バイバイ、おやすみ、またね。どんどん可愛くなる、ほんまに、やった、可愛い、ありがとう、バイバイ。初男女、初男女だ。あやもも。またね。また明日。